こんにちは。西条北民生委員児童委員の皆さんです。自己紹介をお願いします。私の絵は、私も、はい。と言います。よろしくお願いします。私の名前は、井原氏と、まず、よろしくお願いします。名前は。はい、金高と言います。金高と言います。よろしくお願いします。私の名前は、南です。よろしくお願いします。民生委員の定例会で手話学習が始まったきっかけは何ですか？私がですね、お仕事したのは保育所でこう仕事をしました。その時に、父ちゃん、母ちゃん、お耳で聞こえない保護者がいらっしゃって、どうしたら、お父さん、お母さんたちの心も通じ合うんかなと思いながら、この言葉はどういう表現する手話で教えてもらったり、いろんな手話を教えていただきました。それで子どもたちも保護者の方たちも一緒にみんな仲間だという気持ちになってもらって、手話を少しずつ少しずつ習いました。それがきっかけです。皆さんも手話を学習されていかがですか？楽しいですか？自分たちも勉強にもなって、とても楽しくやらさせてもらっています。これからも勉強してですね、使えるように、続けて勉強していきたいと思います。以前、ろう者の方と突然に出会ったことがあったんです。市役所で。私にはその方がろう者だとは分からなくて、何もこう言ってあげることができなかったんですね。民生活動をする中でも、そういう方に出会ったときに、少しでも、言葉ですよね、手話ってね。ちょっと声かけができて、ちょっと心がつながれば、幸せだったかなの。ありがとうございます。今度12月3日に人権フェスティバルがありますね。聴覚障害者の課題を検討する部会で、手話歌をされると伺いました。皆さん参加されると思います。楽しみにしています。今、手話歌を練習されています？普段の方が楽しく教えてくださる。だから出席すると、本当に皆さんにもお会いできて、その場がすごく明るくて、手話に出会えたなっていう嬉しさはすごくありますし、ご挨拶ができるだけでも嬉しいです。また12月3日に頑張りましょう。ありがとうございます。